しとかねえだ。大罪の団長ともあろうものがずっと大切に持ち歩いてるんだぜ。気にならない方がおかしいって。団長にその気がないなら力ずくでもその剣を。よせば俺を怒らせるな。怒る？団長が？団長が怒ったとこなんて一度も見たことないぜ。団長の怒るとこが見られるっていうならますますそれが見たく、奪いたくなった。うんじゃ行くぜ。さーてやりますか。団長の隠れた一面、新発見。悪いな、バン。この剣は死んでも離すわけにはいかねえんだ。団長と会えたのもしばらくぶりだったからな。この傷も久々にうずいてきたぜ。やっぱあいつにつけられた傷だけは特別性。この機会に、そうそう、腕試しの相手を探しているやつがいたよ。今の腐りきった聖騎士の間に合うかもしれない。あなたの滞在は本当に夏とかねえだ。準備はできてんな。あ？お店連れて出発しましょう。新車の都だ。それには砦を抜けなきゃなんねえってわけ。何か奴らの相手をしやがれ。
じゃ行くぜ。うんじゃ行くぜ。勝負だったらしいぜ。そんな暗い顔してんじゃないよ男ども。俺たちの噂がだんだん増えてきたな。しっかり準備しとかねえと。さっさと出発すんぞ。今日の飯当番は団長だろ。忙しいんでパンさんよろしく。おっと、俺に任せとけ。じゃあ行くか。さあ行こうぜ。軽く遊んでやろうぜ団長。あんまふざけてっと痛い目見るぞ。行くぞ。一体何が起きてるんだい。この後蹴りつけるか、バン。なかなか噂が集まらないね。さーて、やりますか。師匠、こっちから行こう。
滞在。近くで七つの大罪が暴れたらしいぜ。辰巳は勝ったらしいが、メリオサスって俺らの噂を結構聞くようになってね。ねえねえ、君たちのおかげで娘が無事に帰ってきたんだ。お礼を言わせてくれ。ありがとう。メリオダスの傷の時と同じだぜ。あの致命傷が綺麗に塞がっちまってる。恥ずかしながら医者の私にも何がなんだかさっぱりわからないんだ。こうして生きてるんだからそれでいいんじゃねえのか。じゃ俺たちは行くぜ。話を聞きつけた聖騎士がこの町に乗り込んでこないとも限らないからな。そうか、気をつけて。それにしても私の身に起きた奇跡といい、あのメリオダスという少年を看護するかのような現象といい、目に見える不思議な力が、いや計り知れない大きな意志の存在を感じる。準備はできてんな。ああ、しっかり準備しとかねえと。俺に任せとけ。さあ、行こうぜ。ああ、俺かよ。ああ、俺、じゃあ行くか。軽く遊んでやる。この後蹴りつけるか、バン。ホークちゃん、お使いについてきてほしいの。任せな。俺様がしっかりボディーガードしてやるぜ。
俺に任せるか。行こうぜ。じゃあ行くか。ガルカス。退治してくれるのか。滞在は極悪人ばかりと聞いたが、ようやく終わりそうだ。武器を退治してください。活躍してたよな、団長。おお、この後蹴りつけるか、バン。近くを7つの大罪が通ったらしいんだよ。例のモンスターだ。だんだんと皆さんの噂が広がる。こんなところで喧嘩か。Oh!
団長。おお、この後蹴りつけるか、バン。この後蹴りつけるか、バン。俺たちの噂に。しっかり準備しとかねえだ。警戒を強めてるはずだ。一旦リオネスを離れてから死者の都の噂を集めよう。止まれ。おお、噂
噂をすりゃ早速検問か。我々は王国騎士だ。おとなしく我々の尋問に答えてもらおう。どうもどうも、検問ご苦労さん。何やつ。我ら王国騎士にあだなそうとする者は容赦せんぞ。あわわ、やべえよ、あれブラックハウンドだぜ。狙った相手には絶対背を向けず、仕留めるかてめえの命尽きるまで追い続ける。とんでもなく凶暴な怪物だ。そろそろ本気出すか。見るからに雑魚だな。確かめてみましょう。